私知らなかったんですけどね、なんとガリガリ君のナポリタン味というのが発売されていたそうです。いやー、全く知りませんでした。実は私ですね、ガリガリ君も大好きですし、スパゲッティナポリタンも大好きなんですよ。これはもう早速買って食べねばならぬというわけで買ってまいりました。ガリガリ君ナポリタン味です。いやー、今回のガリガリ君はちょっとかなり大きい感じですね。ゴージャスとでも言いましょうか、大きめな感じの袋になっております。じゃあ早速開けてみましょう。これこの感じだと多分 100g ぐらいあるんじゃないですかね。開けました。お、これ袋が二重構造になってますね。だから新しい趣向なんでしょうか。すごいケチャップの匂いがしてきました。この今回のガリガリ君、棒がついてないんですね。ケチャップ味がかなり強い感じですね、今回のガリガリ君。で、よりなんかこう歯ごたえ歯ごたえがあると言いますかはい、すごいソースが効いてる感じで、なんていうの、新しくエッジが効いたガリガリ君が誕生したと思います。あれ、この緑色の部分、実際のピーマンじゃないですか。なんかこれすごいですね。そんじゃあこの赤い部分はもしかしてベーコンですよ。ベーコンが入ってますね、今度のガリガリ君は。これはもうすごいですね。でこの上の真っ赤な部分、これちょっと取れる、あ、取れた取れた。トマトケチャップの味がします。いや、今回のガリガリ君相当攻めてますよ。すごいです。私ね、まあもともとガリガリ君大好きですし、ナポリタンも大好きですけどね、もう完全にこれは夢の融合と言ってもいいかと思います。本当このガリガリ君リアルすぎるだろうこれもう麺じゃないですかね、実際小麦粉だと思いますよ。あれ、そうだ、このガリガリ君もしかしたら電子レンジにかけたら美味しくなるような気がします。今気づいちゃいました。ちょっと電子レンジにかけてみます。はい、このようにレンジをかけてみました。いや、すごいですね、もう完全にトマトの匂いが、ケチャップの匂いがしますよ。じゃあちょっといただいてみましょう。いただきます。今回のガリガリ君完全にナポリタンですねいや、うまいですね完全にナポリタンですねまもう本当にガリガリ君最高ガリガリ君最高